はい、皆さんこんばんは。酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきます。今回は、凍らせ梅酒ということで、だいぶ昔にですね、だいぶっていうことでもないか、1年前ぐらいに、買ったやつが、未だにね、そういえば忘れてたので、冷凍庫の中に入れっぱなしされてた、大関のね、まあ、1年前ぐらいに飲んだ、凍らせ日本酒っていうシリーズの凍らせ梅酒バージョンってね。そのまま凍らせるだけ。簡単みぞれ梅酒。アルコール度数 7%。180ml。となってまーす。こちらがですね。原材料名が梅と醸造用アルコールと糖類と香料となってます。てか、ぶっちゃけた話、このシリーズなんだけど、わざわざこれにさ、普通に梅酒買ってきて梅酒凍らせればいいだけじゃねって思うんだけど。そこら辺どうなんですか？まあいいや。大関。大関株式会社。です。それでは、食べていきますか。これ、前飲んだもう前食ったやつ、クソまずかった。凍らせ日本酒、クソまずかったっていうことなんですが、今回は、どうでしょうか。まあ、梅酒だからそれなりにマシではあると思うんだけど、まあ、そもそも大関が作ってる梅酒って珍しいよ。ちょこっと食べて。そんじゃいただきまーす。まあ、まだマシだな。まだマシだな、これ。ああ。これまだマシだ。前食った、ね。ほんとあれクソまずかったって。凍らせ日本酒。普通にね、ただのね、ワンカップ大関の。味。ワンカップ大関ってまずいよな。ものすごくまずい。あれは。うん。これまだマシだけど、なんか、まくはないかな。まずくはないけど、うまくもないな。うまくはないわ、これは。ですね、関係ないですけど、最近っていうか昨日ですね、ちょっと嬉しいことがあったんですけど、ゲームのね、ゲームの、スターオーシャン。スターオーシャンシリーズは、最新作がね、5なんですけど、5が発売が決定したという、いうことで、ちょっと嬉しいんですが。まあ、スターオーシャンシリーズはね、俺大好きなんで。まあ、ただ前作の4があまり面白くなかったんで、ちょっと今度に期待しようと。まあ、発売の、あれがね、ハードが、プレステ3と4ということなんで。うん。まあ、俺プレステ3しか持ってないから。
4は買う予定ないんで。うん。まあ、よかったかな、ということでね。うん。まあ、まあ、グラフィックとか、グラフィックというか、ね、映像というか、なんか、スクリーンショットとかで、載ってましたけど、まあ、いいんじゃないでしょうか。うん、ね。その話ですけど、どうやら物語が、2と3の間の世界、間のその時系列ということらしいんですけど。うん。まあね。2の後の世界、ということらしいです。まあ、とりあえず4が、うん。3に比べると全然面白くなかったんで、ちょっと微妙なんですけど、なんか、うん、また5もなんか、なんか面白くねえかなと思うんですけど、まあ、まあね、ちょっと好きなんでね、シリーズとしてはね、トライエースが好きなんで、ね、まあ、買いたいと思います。まあ、今のところ発売は、発売日は未定。で、現在の開発率が 30% 程度ということらしいです。まあね。まあ、今年中は多分無理だとは思いますけども。多分来年ですね。来年の今頃に多分発売するんじゃないかなと。まあ、あんまりね、まあ、期待するのもあれなんで、気長に待ちましょうということで。うん。ね。ということでございました。これは、まあ、普通にこの凍らせ梅酒って、普通に梅酒凍らせればいい、よくねって思うんだけどね。わざわざこんなもん出して。うん、しかも、まあ、日本酒メーカーが梅酒出して、なんじゃこりゃって感じだけどね。普通に甘いコクとかもようわからんな。まあ、別にうまくはないんで、これはうまくはない。微妙というところにしとくか。はい、3433です。ご視聴ありがとうございました。